1997年12月にデビューした世界初の量産ハイブリッドカーがトヨタの初代プリウスである。ハイブリッドカーとは、内燃機関の弱い部分を電気モーターで補い、燃費効率を高めた自動車のこと。プリウスの場合は初期型で58馬力を発揮する 1.5 リットルの直列4気筒ガソリンエンジンを40馬力相当の電気モーターが助けて走る。大まかに言えば、発進はごく低速域が得意なモーターで行い、通常走行はガソリンエンジン、急加速したいときはそこにモーターも加わるといった具合だ。さらにアクセルを戻したりブレーキを踏むと、駆動モーターを発電機として使って電気を起こし、その電気を蓄えた。これは回生と呼ばれる。プリウスはこうしたそれぞれの働きを THS、 トヨタハイブリッドシステムという技術で統合制御する。この THS が優れていたのは、エンジンとモーターの動力を分配する優勢歯車を変速装置として使い、トランスミッションを不要にしてしまったことである。その結果、プリウスは 1.5 リットルセダンとしては画期的な燃費性能を身につけた。デビュー当初の10・15モード燃費は1リットルあたり28キロ、普通のセダンの 1.5 倍から2倍に相当する数値である。しかも98年にはその数値を1リットルあたり29キロにアップ。さらに2002年のマイナーチェンジでは31キロという驚異の数値を達成したのである。その走り味は、モーターとエンジンが生み出す不思議な感覚、まさに新しい乗り物を運転する感覚にとらわれる。この初代が成し遂げた偉業は、その後の2代目、3代目でさらに磨きがかけられることになるのである。